モクズガニ属は、エビモクタ炭をしため、モクズガニ科に分類されるカニのうち、日本各地で食用にされているモクズガニ食用として有名な上海ニなどが属する分類群の一つである。中国、朝鮮半島、日本、台湾などの東アジアが原産地であるが、中国モクズガニは侵略的外来種として古くから有名な種であり、 世界の侵略的外来種ワースト100のうち一種にも選定されている。ヨーロッパでは20世紀の初頭ドイツで見つかって以来、これまでにフィンランド、ノルウェーロシアからイギリス、フランス、オランダ、スペイン、ポルトガル、セルビアなど広範囲に分布を広げ、在来の淡水性化に奥畜している。アメリカ合衆国では拡散を防ぐために一切の小取引が禁止されている。 本種が芝叩く間に分布を拡散するのは、欧米の淡水性カニと異なり、陸上を移動して他の水系へ侵入するからとされる。日本においては、在来種である木図ガニを除いて、外来生物法の特定外来生物として、飼育は、もちろん、生きたままでの輸送や保管も禁止されている。淡水性のカニで、川底で生活する。養成は、 海水から寄水域で育つため、親ガニはオス、メスとも産卵のために、河口や海岸に移動する必要がある。主に秋に、川口で生殖した後、メスが海水域に移動して産卵する。腹部は薄い灰色で、7節に分かれており、オスは三角形、メスは俵型をしている。カキの4種が知られている。カキはかつて木図画に属とされたが、現在は別属とされる。 ありがとうございます。